ゴッドフリーガーはアジア各地で活動する俳優、モデル。本名は宋史匠。台湾台北市生まれ。身長193センチメートル。1984年9月22日、台北市にての父とマレーシア連邦ジョージタウン出身のプラナカンの母との間に生まれる。幼少期から青年期までをカナダのバンクーバーで過ごし、キャピラの大学を経て、 台北市立単育学院を卒業する。メディア出演は2004年にモデルとして働くため帰国した際、ブルーファイティングでテレビデビューを果たし、テレビドラマなどにいくつか出演する。2011年にルイ・ヴィトンのキャンペーンモデルにアジア人として初めて抜擢されるなどスーパーモデルとしても活躍していた。2013年にはシャドウハンターのマグナス・ベイに役で、 ハリウッドデビューを果たす。2019年11月27日未明、中国石膏省ネイハシでバラエティ番組の撮影中に突然心停止により他界した。ありがとうございます。